助け合いジャパンのトーンを見て、いや、出てるはずだから見てちょうだいって見たら、笠原住宅の体操教室を見て、ああ、すごいよーって、名前から昨日夜来たの。今朝、9時に助け合いジャパンさんのトーンを見て感動してきてくれた。すごいです。すごい。びっくり。俺、こんな繋がりになったのが、たった1日の7月、去年の7月8日ですよ。東京で講習会開いた。で、同じ講習を受けた仲間が、初めて今日来た。この街来るのと自分からするの全然違う、はい、みんなの笑顔を見れて嬉しかった。そういった感じで去年年賀状を出したんです。そしたら郵便が戻ってきてしまいました。でメールをしてお元気ですかっていうところから、こういう話がトントントンと止まりました。でご縁あって、今日来ることができました。で、本当に私は力といっても本当に小さな力です。でも私はできるところからやればいいと思ってます。で名古屋で、チェアの体操を、現金を、今日来るっていうことを話したらぜひ持っていっていただきたいということで参加者から、いただいて、それを持参し、私の子供が二十歳になりますけどたった3000円ですけれども持ってってと言って私の友達で大体券をやってる人がいるんです。でその方から1万円で4万ちょっと私の気持ちですけどもどうぞ役立ててください。はい、正しい姿勢が保ってるの。はい、結構です。はい、どうでしょう。肘で大きくゆっくり円を描くように肩甲骨を背骨に寄せていくようにすると肩が大きく回ります。はい、では反対です。引く、気持ちよく吸いましょう。はい、肺の中の空気しっかり吐く。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。